弁護人の異議を却下します。あれは25日の0時ちょっと過ぎのことでした。お願いします。警察に通報したすぐ後にボートが帰ってきて、うちの窓の前をお兄さんが歩っていきました。そこのひらひらの人です。はい、あの晩は霧が濃かったはずです。本当に被告人だったと断言できますか？はい、確かにそのひらひらの人でしたね。あ、そうそう、ひらひらさせながら言ってました。まさか人を撃ってしまうとはって。はい。異議あり。私はそんなこと言っていない。それに私はそこまでひらひらしていない。静粛に。被告人は証言の邪魔をしないように。裁判長、今の証言はあまりに疑わしい。